クロード・フランソワ・クロード・アントワーアヌ・マリー・フランソワは、フランスのシャンソン歌手、作詞、作曲者、音楽プロデューサー。黒ク黒ロクロという愛称でも知られる。1960年代から1970年代にかけてのフランスで、最も人気があるアーティストの一人であった。クロード・フランソワは、エジプトのイスマイリアに生まれた。フランス生まれの父、エメは、スエズ運河で働いていた。 母のルチアはイタリアのカラブリア出身であった。エジプトでフランソアはドラムとバイオリンを含む楽器の演奏を学んだ。また、エジプトの音楽にも親しみ、それは後に彼の作曲に影響を与えることになった。1956年のスエズ運河の国有化で彼の家族はフランスのコートダジュールに転居した。彼はすぐにジャズアンサンブルやモナコなどの地元のクラブや、 ジュアン・レ・パンデのジャズフェスティバルなどでドラマーとしてのいくつかの仕事を見つけた。1960年に彼はパリに移り、1962年にそこで彼はベル、ベル、ベルで歌手としての最初の大きな成功を収める。1963年にはパリのオリンピアに初めて出演した。1966年には 彼のステージのために4人のダンサーからなるレクロデットが結成された。1967年に歌手のフランス・ギャルトの中が破局した後、フランソワはジャックル・ボー、ジル・ティボと共に彼の代表曲の一つ、コムディ・ハビツレを制作する。この作品をテレビを通じて知ったポール・アンカは全く新たな英語の歌詞をこの曲に与え、それは1969年には、 フランク・シナトラが歌うマイウェイとして世界的にヒットし、またエルビス・プレスリーや、後にはシュド・ビシャスラによりカバーされた。1967年にはフランソワは自身のレコード会社であるフレッシュを立ち上げた。1970年にフランソワはプロバンスの高速道路で車のタイヤがバーストしたことによる事故のために顔に傷を負う。1970年代に入り、 フランソワは自分の作品ばかりではなく多くの英米の音楽市場でのヒットソングをフランスに紹介した。また逆にフランソワの歌愛しているから我が子よは英語詞が付けられエルヴィス・プレスリーにより歌われた。フランソワのアルバム涙の電話は発売後数週間で200万枚以上を売る彼の生涯における最大の商業的成功作となった。 フランソワは全部で500曲以上の歌を残した。クロード・フランソワの母所1978年3月11日、フランソワはパリの彼のアパートの部屋で割れた電球で浴槽を照らそうとして感電死した。その日にはすでに彼の最後のシングル、アレクサンドリア・アレクサンドラのリハーサルをミシェル・ドリュッケールのテレビショー日曜日の出会いに向けて収録していたために、 翌週のその番組は、まるで彼が死後に再登場したかのように見えた。フランソワの遺体は、エソンヌ県のダヌモワにある彼の別荘に葬られた。2000年には、パリ16、エクゼルマンガイ46番地にあった彼の最後の、住まいが、彼を記念して、プラスクロード・フランソワと解消された。2005年には、彼の出生の地であるエジプトのイスマイリアの通りに、彼の名前が付けられた。 ありがとうございます。